スイートピー生産日本一の日南市北郷町で、今回初開催となるスイートピーフェスタが3月10日に開催されました。このフェスタは昨年度まで行われていた北郷温泉祭りの代わりとなるイベントとして、北郷温泉旅館組合が主催しました。会場となる憩いの広場では地元農産品が格安で販売されていました。そして定価300円ほどする色とりどりのスイートピーの花束が100人に配布され、わずか5分ほどでなくなりました。その後、地元で採れた獅子肉の入った獅子汁が200人に振る舞われ、美味しそうに食べていました。また、歌謡ショーやカラオケ大会などがあり、春の陽気の中、多くの市民が楽しんでいました。